We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! オレンジプレジデントのオレプレイディオクリスマススペシャル。はい、始まりましたオレンジプレジデントのオレプレイディオクリスマススペシャルのお時間でございます。はい、私ベースボーカルの古川です。ドラムコーラス気分です。はい、あとシャンシャン担当の気分です。労働組合あるか。労働組合クリスマスに似つかわしくないような会話になりそうなのでちょっと一回落ち着いてもらって。急に、うん、急に上司から、はい、シャンシャン言ってくれって。え、バラすな、バラすな、バラすな。シャンシャン言ってくれって言われて、キム、はいって、あのごめん、あのじゃあシャンシャン言うといて、シャンシャンってなんすか？シャンシャンシャンやん。あ、はいって。あなたの受け入れ体制もすごかったけどね。もうよくわからんけど分かりましたみたいな感じだったもんね。クリスマスですよ。クリスマス、クリスマスです。まあ、正確に言うと今日はクリスマスイブです。まあまあまあ。うん。12月24日ですよ。もう外はあれですね。はい、あのクリスマスムード真っ只中ですよ。そうです。いやー、すげえっすね。イルミネーションもね、皆さん頑張って。そうなんですよね。昨日もあのスタジオじゃないわ、打ち合わせの帰り道にキブと2人で車乗ってたんですけど。うん、いやー、まあ御堂筋のイルミネーションが綺麗よ、まあまあね。めちゃめちゃ綺麗よ。長いし。もうその間ずっとキブが綺麗ですね、F さん、うん、綺麗だな、ほんと綺麗ですよね、ほんと綺麗やなっていうのをずっと繰り返したからね、御堂筋走ってる間、うん、いやそれぐらい綺麗ですから。綺麗でした。はい、ね、もうぜひともカッポーとかね、カッポー、うん、とかあのパートナーの方と、パートナーね、あとお友達家族でも全然ねいいと思うんですよね、ファミリー&フレンズ、はい、なので僕はね、あの、まあ、メンバーといつも見とるわけですけども、はい、うん、まあまあそれもまた一つの風物詩なのかなと思いながら、はい、まあまあいいんですよ、こんななんか話は。でもとりあえずこのクリスマスをねもう楽しもうよっていう話をしようかなと思いまして、ほう、うん、いやこの間ね、ちょっと友達とかと普通に喋ってた時に、うん、昔って、うん、クリスマスは、まあ、例えば俺ら男なので彼女が欲しいみたいなのがあったんで、まあまあ、やっぱ彼女と暮らし過ごしたいみたいなね、まあまあ、いてますね、うん、もうそうじゃなかったら寂しい、イコール寂しいみたいな話があったなみたいな話があったのよ、まあまあまあ、うん、いやでも俺は正直当時からそうかって思ってたんだよ、ほう、マジでって、マジで、うん、だってなんでかっていうと我々はその毎年クリスマスになると、うん、あ、男祭りというね、うん、イベントをやらせていただいてまして、そうで、まあ、そのイベントをやってるって言ったらね、なんかライブハウスでみたいなイメージになりますけど、いや全然違うんですよ、ただただ友達とかと、うん、クリスマスの日は、うん、男同士で野郎ばっかでね、うん、美味しいもの食べて美味しいお酒飲んで、はい、クリスマスカラオケで歌ってプレゼント交換しようぜみたいなイベントをずっとやってるわけですよ、クリスマス会、はい、まあね、その男祭りという名のね、うん、クリスマス会をいつもやってまして、はい、たのってだから別にあ、まあ、カップルで過ごしたいっていうのもまた一つあると思うんだけど、まあまあ、俺らとしては俺らで、まあ、楽しむやつがあるから、うんうん、別にいろんな楽しみ方でええやないのって思ったんだけど、でもどうやら思ってた以上にやっぱ寂しいと思ってる人も多いみたいで、クリスマスが一人だったりとか、パートナーがいてなかったら寂しいと思う人もいるみたいで、うん、なるほど、いやそんなことないぜ、闘金をしたいの、ほう、クリスマスって、ほう、うん、俺らだから説得力があるね、そうなのかな、うん、だって昔、うん、こんなん言ったらドン引きされるかもしれないけど、うん、彼女がいた時、ね、彼女がね、うん、彼女学生時代とかにさ、ね、彼女とかがいて、うん、だけど彼女と12月25日の、うん、朝から集まってランチして、うん、俺夕方には男祭りがあるからって言って帰ったこともあるぐらいから、うんうん、なんかそんな暮らしをして、まあまあね、まあ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 彼女からすればどうやりゃ男だなと思ったかもしれないけど、まあまあまあ、でもまあまあ楽しみ方もね、でも何年も付き合ってた子なので、うん、何年も付き合ってたらもう、あ、でもじゃあ24日にしようやみたいな、デート24日にしようやみたいな、向こうから提案してくれたとかしたから、うんうんうん、まあ、それはそれで楽しかったんだけど、うん、でも別に一人ぼっちの時でもね、うん、なんか、あ、25日になったらいやあいつらと会えるぜみたいなのもあったからさ、うん、だから別にそう、彼女がいたりとかね、パートナーがいたら楽しい、パートナーいなかったら寂しいではない、 nothing
Nothing なんです。Nothing なんですよ。でも、うん、25日の朝彼女と ランチ行ってる段階で、うん、一人ぼっちの子はやっぱりいや行ってるやんってなるんちゃいます。そうだからその彼女がいた時もあるしいない時もあるしっていう話ですよ。だから、うん、どっちも俺は楽しかった、うん、どっちも楽しめた、ね、だからいてもいてて楽しいし、いなかったらいなかったでこういう楽しみ方もあるし、うん、だから寂しいっていう思いがわからんでもない、めちゃめちゃわからんでもないよ、うん、だけど、はい、いなくたって楽しいやんっていうのを俺も知ってるやっぱり。なるほど、うん、なのでだって、何一時なんて俺狂ったようにキムと遊んでたやん、バンドする前、一緒にバンドする前、まあまあね、いろんな人と遊んでましたけどね。めちゃめちゃね、キムとだって俺何やったらクリスマスにキムと夜景見に行ったもんな。まあありましたね。それでも楽しかったもん、めちゃめちゃ楽しかったもん、キム、うん、からすればいい迷惑やったかもしれないけど、ね、後輩突き連れて、あ何人ぐらいで行ったっけな、ね、なんかめちゃめちゃ行って、ね、まあ、5、6人ぐらいで、ね、行って、みんなで行って、クリスマス楽しんだもんなっていう。だから楽しみ方が別にクリスマスじゃなくても毎日いろんな楽しみ方がありますんで、はい、でもことクリスマスになると急にね、やっぱりなんかカップルが色めき立つんで、まあまあそれはやっぱり色めき立つイメージですけどね。まああんだけイルミネーションキラキラしてたらね、そりゃ盛り上がりたくなる気持ちもわかるんで、うん、ね、某大人のホテルは満室になるらしいですからね。まあまあそりゃそうでしょうね。うん、まあ、うん、な何をしょんねんとは思いますけど、正直羨ましいと思う気持ちがないわけではないわけではないわけではない。もうよくわからないけど、うん、はい。でまあいろんな楽しみ方があるぜということで。そう。そう、うん、なんかクリスマスになったら、キブネ家はなんかあんの？クリスマスになったらこれ食べるみたいな。一応 母がチキンは焼いてくれてましたけど、ね、うん、ああもうハッピー、もうその時点でハッピー、まあ、バリクソ農家なんですけどうち。個人情報今ガーン出したら今、まあ、バリクソ農家、まあまあそうやな、キムちゃんちはね、うん、いい関係ないよ、関係ない、関係ないんだよ、関係ないよ、関係ないんだよ、ね、だプレゼントさえもらえれば何でもいいんだよ子供からすればそうだよね、小学生の時はね、そうだよね、わーいってねえ、なんかもう実はさ、めいっ子いるやんか、うん、クリスマス何欲しいっていつも聞いてて、昔からあげてたの、ああ、はいはい、クリスマスプレゼント何欲しい、うん、って言ったらいつも何々何々って言ってたのに、うん、もうめいっ子もね大きくなってきて、うん、何が欲しいって言ったら、うん、いや何だろう、いや特にって言い出したの。へえ、いや子供の時なんて欲しいものだらけやったやん。まあまあまあね、ねえそうなのかなと思ったら、ちゃうねん、ほう、ちゃうの、うん、普段から俺に買ってもらってるしって言ったね。あ、俺普段からめっちゃ買ってたわ。あ、そんな買ってるんですか。でなんかあるたびに、だってなんかバスケするって言ったら俺バッシュ買ってあげたし、なんかスニーカーが新しいの買うって言ったら靴は俺任せろって言って、あ、うん、とかね、まあ、服とかはもちろん姉ちゃんとかみんな買うし、俺も買ってあげたね、欲しいって言ったら買うし。でもなんかほら女の子やったら例えばバッグとか、うん、なんかそのアウターじゃん、ジャンパーっていうのかな、ファーがついたやつとか、もうね、いいの持ってんねんな。へえ、あれやねんな、だから今ってさ、俺らが子供の時と違ってさ、うん、なんていうの、いい服いっぱいあるんだよね。昔はいい服って言ったらいわゆるメーカーもんみたいな言い方して、ブランドもんみたいなまあ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 、わかります、ね、うん、とかあったけど、うん、もう今はもう普通にいわゆる昔で言うメーカーもんみたいなのがいっぱいあるの でしかも安くてもいいのあるし、でお金出せばすごいもっと可愛いのもいっぱいあるし、そうなんっていうのでね、ほら魔法少女のステッキとか、そんな年ではもうないんじゃない、やっぱり。うん、だってもっとちっちゃい時言ってたもん、なんかプリキュアの言ってたもん、あ、うん、もうもうなんなもう何でも言え言ってたもんね何でも言え、もう何々かもう全部行こう全部行こうみたいな。もう姉ちゃんにめっちゃ怒られたけど。ああそうなんだ。なん、まあまあ欲しくないやったら、うん、だからまあ考えといてって言ったまま迎えてしまってるので、まあまあまたちょっと買い物でも行こうやとは言ってたけど、あ、うん、その時に欲しいもんいいって言って、なるほどね、言ったけど、どうなんですかね、キムちゃんなんか欲しいもんとかあるんですか。今ですか。今なんかある、今欲しいもの、うん、金かな。やめようよそういうのいや分かるよ、分からんでもないよ、全然分からない。一応クリスマスだけはやめようよクリスマスだけはやめようよ、クリスマスだけ、人の心を幸せにできるだけのお金ください。あ、まっとうな理由やけど、なんやろな、うーん、ね、世の中お金じゃないとは言うけど、やっぱりお金がね、やっぱないとね、すごい寂しい気持ちになるもんね、うん、うん、やっぱそうだよ、だからパートナーがいないよりもお金がない時の方が寂しいわ気持ちは
でもお金がないなりに昔なんかめちゃめちゃ遊んだやん、この極寒の中さ遊んでたなんかね。えごめんなさい、今日何の話するんですか。クリスマス楽しもうぜトーキンや。クリスマス、クリスマス、クリスマス楽しもうぜトーキン。そう、はい、クリスマスだからお金がなくたって昔は楽しいんだけど、今さすがにあれだよね、お金を全く持たずして遊ぶってできへんもんな。そう、でも最近探してるはいてるんですよ。何を？あのお金を使わず遊ぶ方法。ああ、あなたは使う、あなたの遊びってお金かかるもんばっかやもんな。何？あなたのほら遊びってめちゃめちゃお金がかかることばっかや。俺はお金で遊んだことは一回もない。お金で遊んでないよ、お金で遊んだの真剣に使ったことしかない。まあ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 ね、あなたはね、もうほんまにお金をねもう持ってなんか真剣な顔して入っていくもんね、真剣な顔してお店にね。うん、今日有馬記念やん。有馬記念やん。ねえ、いや、こう今だからこれ撮ってだからアップする頃にはだからもう終わってんちゃいます。そうですね。ねえ、いやそんなんやめよ。やめやめやめ。俺確かに俺から言ったらこれは申し訳ない。違うんだ。ね、だから、うん、クリスマスの楽しみ方は、うん、一人でね、うん、あのイルミネーションがあるとこ行くでしょ。うん、そしたら前にね幸せそうなカップルいてますやん。ああ、まあいてるやろな。手つないでますやん、うん、その間に入ったらどうなんねやろうって想像するのが楽しみ。あっ、あ、よかった、あ、よかった。これしちゃダメ、しちゃダメだよ、しちゃダメよ、そんなん。だって人を不幸にしちゃダメよ。そうそうそう、そんなんしたら失礼よ、うん、知らんやつが急にバーンって間に入ってこられて。いや、もうそんなんダメよ。なんかそんなね、もう人に迷惑かけるのが楽しいとかなったらあかんよな。そうそう、そんなんしたらあかん、うん、でも想像するだけだったら自由だから。そうそうそう、なるほどね、なるほどね。だからこうした段階で犯罪です、犯罪レベルですから。いや、そうですね、うん、ダーンって知らんやつが間にバーンって割って入られて、うん、2人の手をこう、うん、割って離れさせたら、うん、どうなるんだろう。何してんの。いや、いいやん、クリスマスなんかちょっとだけ、ちょっとだけね、ちょっとだけ美味しいもん食べよう思ったらいいじゃん。ちょっとだけいいもん、ちょっとだけいいもん食べて、で自分でケーキ買って帰ったりとかしてもいいじゃん、うん、それでも楽しいやん。そうですね、うん、俺それをすごい楽しいよ。まあやっぱね、結局楽しもうと思う心があるかどうかよ。もう俺は不幸だ不幸だって思ってたら何したって誰かが何かしてくれたって楽しくないし、あ、そう、ね、自分が楽しみたいなって、あ、これすれば楽しいかもって普段からずっと俺考えてるから。そうそう、うん、だって俺自分の少ないあの小さなハッピー集めるの大好きなのよ。うん、だからすっげえ嫌なことってあるやん、うん、だけどちっちゃいハッピーいっぱい集めといたら楽しいもん、うん、だから俺もすっごい打ちひしがれる日もあんねん俺も。うん、もうね、曲のことだったりとかで打ちひしがれて、もう家帰って、うん、もうスニーカー、俺壁にスニーカー並べてるからさ、うん、スニーカー眺めながらお酒飲んでたらもうファーって、もうファーなるもん。もう超ハッピーよ、トリップ。それだけでハッピーよ、トリップって。別に言ってるわけではないから、別にあれだけど、だから自分の中のハッピーをね、でもう見つけれたらいいんですよ。でもまあこれを聞いてる人もね、まあ後からあのクリスマスが終わってから楽しんだ人が聞いてるかもしれないし、あ、かもしれんし、うん、まあ俺らとしてはね、まあ今からスタジオ引くんだけど、うん、で明日はまたね、男の戦いございますし、はい、まあ、楽しんでいこうかなと思っておりますんで、もうぜひともね、もうクリスマス楽しんでいただきたいと思いますんで、何卒ってないの、まあ、クリスマス楽しんじゃってちょうだい。はい、というわけでね、お届けいたしました、はい、オレンジプレジデントのオレプレディオクリスマススペシャル。クリスマス感ありましたかね。わー、ないんじゃないですか。なかったよね。クリスマススペシャルやし、あ、クリスマスやし、もうなんか撮ってあげようやみたいな軽いノリで始めてしまったので、うん、お聞き苦しかったら申し訳ない、すいません。だけどね、せっかくのクリスマスなのでこんなことがあってもいいんじゃないかななんて思うわけですよ。はぁ、うん、なんかはぁ、はぁってないね。うん、だって楽しいこといっぱいあるから、テレビだってほらクリスマススペシャルやったり映画やってたりとかさ、ね、何、音楽、ラジオか、うん、ラジオとかでもさ、クリスマスミュージック流れて、うんうん、でもなんか、あの、意を決して家の外から出るっていうのも一つのやっぱり行動なんじゃないですかね、普段しないことっていうのであれば。ああ、なるほど、それもまた非現実みたいなことになりますし、うん、そうだよね。だから別に一人で歩いてたって、一人で歩いてる人いっぱいいますから。そう、俺らだってそうですから。それはもちろん歩くのは普通ですから、ね、だから向こうからでっかいやつ歩いてきたなと思ったら俺かもしれないし、後ろからでっかいやつ来たなと思ったらキムかもしれないもんね。怖いわ。なんで挟み撃ちになってるんですかそれ。ね、別に一人がどうこうっていうわけでもないし、そうそう、うん、だからどこに
楽しみを見出すかっていうことがすごい大事かななんて思ったりするわけですよ、ね、家族と集まってなんか普段しないお話をするでもいいし、そうだね、家族とね、そうそう、話すでもいいね、友達と集まってなんか来年も再来年も集まうなって喋るのでもいいし、いいですね、一人でテレビ見ながらこたつの中入ってみかん食べて、ああ今年も終わりかってぶってへっこむもいいし生々しいな、うんうん、まあ、楽しみ方はねいっぱいありますんで、はい、だけどねもうどうしても困った場合は男祭りにね、参加したいなっていうのをじゃあ来年以降、意思表明してくれたらあなるほど、うん、いいんじゃないかななんて思ったりもするんですけど、うん、だけどまあなかなかに、厳しい男の戦いなので、うん、はい、それだけは覚悟してきてほしいなと今年一番おもんなかったやつを決める大会です、まあまあまあそうだな、はい、そんなのございますんで、はいはい、ぜひともクリスマス楽しんでください。じゃあ今日も楽しくおしゃべりできました。じゃあメリークリスマス、オレンジプレゼント古川でした。メリークリスマス、オレンジプレゼント気分でした。バイバーイ、メリークリスマス。